じゃあ俺が一番最初に行きます、うん、じゃあ僕が買ってきたのは小林製薬の冷却ジェルシートです。でーん、イヤーホー、じゃあ行ってこい行ってこい、わーよいしょ。試しに1枚ちょっと開けてみましょうかね、ちょっとね、うわそんなでしょ、多分まあまあまあ結構気持ちいいね、頸動脈冷やされてるって感じ。じゃあ行きます。これね、暑いよね、ちょっとね。そんな君に、熱さんシートを買ってきたよ。じゃあまずね、どういうこと？一つ目、いきたいと思います。ここなの、はい、冷たい、冷たい。多分そんなね、めちゃめちゃ冷たいわけじゃないと思うね。確かに、はい、じゃあね、二つ目。え、ちょっと待って、ここじゃないの？どこここじゃないんだ。いや、違う、やっぱね、熱さんシートっていうのはおでこに貼るなら意味がないんですよ。意味ない、意味ないです。本当に、本当です。大丈夫、これね、あのね、そう、大丈夫、これね、あのね、これね、血管、血管がね、太めのところに貼るのが一番いいんですね。血管のね、そう、だから例えば首とか脇とか股間とか足先とかということで、首ね、行きましょう。へぇー、スッとー、よいしょー。まだあの全体のこんぐらいだけ、やばい、もう一個あって、あ、ちょっとあと2枚だけ、あと2枚だけ、へぇー、あと2枚だけ、あと2枚だけ、どうして超勉強しづらい。どうしようかな、これ貼らせていただこうかな。冷たい、はい、じゃあ最後、下半身だけ冷えてる、うん、じゃあ最後ね、じゃあ最後やっぱね、あの、あんま意味ないかもしれないけど、やっぱおでこ出してもらって、おでこ貼りましょうかね。はい、じゃあちょっとおでこ貼りしてください。はい、行きます。はい、行きますね。おでこがちっちゃいねと腫れてる、これおでこちっちゃすぎて腫れてない説なんだけど。あ、でもはい、どうですか。あー、冷たい、ちょっと剥がれてきちゃった。よし、それで成功です。よし、成功。じゃあ、またね、バイバイ。バイバイ。何なの、勉強しづらいって。どうでした？どうした？まあ、まだやっぱね、弱めだったね、俺のやつは。あ、マジ？まだやっぱ物足りない感はね、出てた。なるほど。あ、よかった。でも、なんか肌に触れられて、ちょっと嬉しそう。え、ないんだよ。じゃあ、それを聞いて、俺は結構満足します。お、俺が次やるのは、こちら。ペットボトルのこの凍ってるやつですね。おぉ。ガチですよ、みたいな。それをなんか、ガチガチやん。ブリス飲ませんの。それで当たる。え？え、違う。叩くん。え、違う。これは、やっぱり、モカもさ、年頃の女の子ってことは。年頃が関係してくるんだ、これに。え？なるほどね。そう、なんか、まあ、触られたいっていうのがあるかもしれない。うん。だから、俺はね、自分の手を冷やして、この冷えた手を、あぁ！あぁ！効力あるでしょ、これで。今、めっちゃ冷やしてる。めっちゃ冷やしてる。いく？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 好き。ほら、こうなる。じゃあ、行ってきます。いらっしゃーい。あー、暑いね。暑いよ。暑いね。ええ、OK か。ひどくないこれ。どう思う？それよくないと思う。だから俺は。流して、流して。どっから？全部。あ、わかった。でも俺が持ってきた、暑いでしょ？暑いけど、一旦剥がして。あ、ありがとう、ありがとう。めっちゃ楽に。ぬる。え、熱いでしょ？だから俺が持ってきたのは、夏といったらこうやって冷えてるから。え、凍ってるの？あ、そう、凍ってるやつ。最高じゃないでも。最高だな。え、これだから溶けて、だんだん飲んでいけるやん。うん、確かに。俺はこれを使って冷やしてあげたいな。やだやだ、絶対や。あ、どんなもしない、ほら。はい、ありがとう、ありがとう。はい。どうしたどうした、冷たい、はい、冷たい、はいはい、逃がさない、お願いします。違います、しゅんくんも、お帰りだった、しゅんくんも、しゅんくんも暑いかなと思って、いや、暑いよね、ね、待って、ねえ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 、でも、でもよくない、結構なんすかあいつ、でも、これは嬉しい。うわ、勝ったわ、勝った、5回触れてきた、5回、うわ、1、2、3、4、5、俺も5回だ、ラッキースケベ、まあ、君たち、それはきっと5回だよ。え、僕は何も持っていかずに冷やせるの、北海道生まれなんだよ。おー、かっこいい人、温める方だけどな。あー、暑いじゃん、おばちゃん、また来たの、おばちゃん、暑いね、ね、
暑いね。なになに、あ、しみじみとしじみ飲んでた。私は好きだよ。え、お小遣いせびられてもさ。え、ガチ1000円しかなくて、うん、すいません、ね、え、ありがとう。あ、全然やってた。あ、失礼します。猫が寝転んだ。デコに小判。ちょっとダブルプレイでよく言っていただきました。私大好きだからダメだよ。言えないよ。ごめんね。もう言わないよ。次君の番だよ。僕の番終わった。ゲッ出陣。これだけ剥がしてて。あー、ありがとう。なんで素晴らしい環境なの。あー、解散、解散。結構面白い。よし、僕らも3人で結構もう冷やしてきちゃって、うん、大丈夫。マジ一旦じゃあ緩急温めてから。やっぱまず体調同化作戦。え、どうしたの、体調いいって言われたの。ちゃうよ、今冷えてる冷えてないって言うやん。で、冷えてないって言われたらまず温めるわけ。あーはーはー、愛の力で。で、どんどん温かくしてそう、どんどん温かくした瞬間にガ突き放すんだ。あ、これギャップだ。どこ冷やすの。だから頭か顔か腕か背中かお腹か、まあ、何そんなイモリやからできんけど、モカちゃん今日さ、俺みたいな服着てたわけやん。服にさ、バーってやったらさ、まあシミみたいな、そう、シミになっちゃうから、通ったらこう、わーお、手にこう、シャーッ、通しにならんように。いやいや、バレないように持ってかないと。バレんように。あ、バレんように。あ、バレない、あ、バレない、バレない。そりゃバレないわ。ポケットないからさ。あ、ポケット、あ、ポケットあるわ、ほら。あ、ダメだ、バレちゃう、バレちゃう。こうして、これ上が長いからさ、こう、こう、あ、いいよ、いいよ、それでいこう。すぐ発射できるよ、みんな。西洋の、あ、あ、いいよ、いいよ、必ず戻ってくる。キュー、うわぁ、この部屋寒いよね。待って、寒いのにさ、すごく他にあるよ。あれ、ちょうだい。どう？めっちゃ人来たっしょ。人来たけど、みんなダメ。ダメか。暑さが軽減されない。暑さ、え、でも今結構涼しかった。全然。マジ？うん、結構俺が寒くてさ、ちょっと温めてあげようかなと思って。逆にな。何？ほら、温かいでしょ。痛くない。暑い？暑いか。どうしよっかな。えらいな、勉強しっかりしてて。ありがとう。うん。何、何勉強。運動感じ。感じか。めちゃ暑いよな。暑い、めっちゃ。かわいそう。涼しくなりたい。涼しくなりたい。もう一回ハグするわ。なんで、なんで。え、なんで、なんで。ハグしたら暑いじゃん。で、一回やったまの二人でっていう。バカなの。愛の力で、みたいな。だから、暑いの。愛の力で、あったかさいるの。いいじゃん。うん。なに？うわー！寒い！寒い！ねえねえ、いや！こんなもんや。でもこれな、直接当たったら、手がないけど、ちょっと外してるだけ。大丈夫だよ。じゃあちょっと一回真ん中に座ってもらって、誰のが一番良かったか決めてもらいましょうかね。誰が一番冷えたか。うん、冷えたか。誰が一番冷えたか。冷えたか、あるいはドキドキしたか。うん、あー、行きます。行きましょう。ただガチでいいんだよね。うん、ふざけとかいらない、ね、ふざけとかいらない。ダントツ、ダントツ。どれくらいその。ニートのさ、うん、結構いいっしょ。おお、でもその時、向こうの部屋で嬉しかったやつにする。楽しかったやつにする。あー、わお。今回の優勝者は、ルル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 ル
った。あ、麦茶が良かった。麦茶が良かった。良かった、良かった。でも、こういうのが楽しかった。あー、俺不意をついた。そうそうそう。じゃあ、じゃあ、接戦の2位はちょっと誰だ。そう、接戦の2位は誰だと思う。接戦の2位、つまり俺なんだ。え、これにやられた時、ほんと迷惑だったけど、時間差で冷たい。あー、もうじゃあ、俺じゃなくて、熱さましい人の勝ちじゃん。あ、そうそうそう。大ちゃん、俺も麦茶の勝ちです。そうだね。そうだね。あれ？じゃあ、逆に最下位？最下位？半額？お前何してきたの？ハグ。まずキモいじゃん。うん。かハグ。あとなんかコールドスプレーも中途半端。あ、うま。ちょ、私ね、中途半端な男が一番嫌い。あ、あ、あ。こっからさ、出やんかったんよ。言い訳する男。そういうところを練習してたのね。あんな練習してたのね。ずっと。なんかな、不調やったわ。練習の成果見せてよ。今さっきの練習してたよ。さっきの練習してたやつね。うん。おいね、あ、来た来た。あ、いいよいいよ。来た来た。で、まずハグをしに行く。あ、温めて温めてからこんな感じでした。え、でもよかったでしょ。僕のはシンプルに好き。おお。でも1位ではないんだ。キーワーじゃなかったの。だから俺らもそれ見たい。今もらわない。私見た理由、私言ってあげるから言った。なんでだよ。私が1個目言うね。じゃあさっきみたいに、あ、猫が寝転んだ。猫に行こうかな。ちょっと無理しちゃう。あ、惜しい。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価。